はい、今回はサンディスクのポータブル SSD エクストリームポータブルが届きましたので、いよいよ SigmaFP でシネマ DNG12bit で撮影ができます。ちょっと奮発してね、 1TB、500GB と迷ったんですけどね、 1TB ないと1時間も撮れないので奮発しました。つなぐのは USB Type-C ですね。ここになんか引っ掛けれるようになってますね。アウトドア仕様みたいなんですけど、カバンの外にこれ引っ掛けて歩くのはちょっと怖い気がしますけどね。ケーブルは付属してました。 Type-C のケーブルをこちらに挿しまして、こちらも Type-C になってますので、こちらを SigmaFP に挿せばいいんですが、この Type-A ですねにつなぐアダプターも付いていました。このアダプター不思議なもので、なんか凹凸がありまして、刺せる方向が決まってるんですね。逆に刺そうと思うと最後まで刺さりません。ちゃんとした方向だと奥まで刺さる、そんな感じに作ってありました。逆向きだとなんか困るんですかね。よくタイプ C の理屈が分かってないんで、上下逆でも刺さるっていうイメージだったんですが、大容量の場合はちゃんと向きがあるのかなと感じました。ちなみに矢印がついてて分かりやすくなってます。この辺は抜かれない感じですね。高級品な匂いがします。で、ようやく SigmaFP につないで使ってみましょう。今 SD カード入ってるんですけれども、 SD カードだとどれぐらいのビットレートで撮影できるか確認してみましょう。メニューを開いて映像記録設定ですね、ここを開きまして、さらにフォーマットを、これじゃないですね、フォーマットをシネマ DNG にすると8ビットまでですね。10ビット12ビットは選択することができません。ではようやく SSD を挿してみます。この時は別に向きないみたいですね。差し込むとすぐにカメラが認識します。するともう私の設定では SSD の方に記録されるようになってました。少しピンボケして申し訳ないですけども、これで10ビット、12ビットも選択できるようになりました。シネマ DNG ですね。しかも 4K。 これでようやく FP の本領発揮といったところです。で、ふと思ったのが、この SSD の処理の仕方ですよね。こんな感じな中途半端な長さのケーブルが付属してきたんですけれども、このままいざ撮影をしようと思うと、このようにプラーンとした状態なんですよね。いくら軽いと言ってもこれは少しあれですよね。なんか止める方法を考えなきゃいけないなと思ってます。まあ、今回はね、このままプラーンとした状態で撮影してきました。あとジンバルを使った場合にはジンバルにくくりつけました。本当にそれがいいのかわかんないですけどね。こういう風にね、どっかに止めるのが一番いいと思うんですけどね。結構ケーブルも固めなんで、あまり融通が効かない感じです。何か他に代用できるケーブルがあったら欲しいなと思ってます。で、意気揚々と撮影に向かい、ワクワクしながら現像しようと思うと、初心者ならではの茨の道が待ってました。いつものようにファイルを広げてみると、シネマのところにフォルダがいっぱいありました。どうやら撮った動画ごとにフォルダができるみたいです。それを開くと音声ファイル1つと DNG ファイル、いわゆるロー画像ですよね、が大量に並んでいる。ん？これなんだ？と思ったんですよね。私の知ってる動画だと MP4 のファイルが1個あるみたいな感じなんですけど、あれ？これどうやって現像するんだ？と気づいたんですよね。Adobe のプレミアにも突っ込んでみたんですが、全く反応しない。よく調べてみると Adobe プレミアは非対応でした。まあそんなことも知らないのがね、初心者なんで、何でもプレミアムプロならやってくれると盲信してた私がバカでした。いろいろ検索してみて、どうもダヴィンチリゾルブというソフトなら読み込めるということを知り、早速ホームページへ。ホームページに行ってみると、なんと通常版は無料みたいです。早速ダウンロードして起動しました。するとようやくファイルを読み込むことに成功しました。ダヴィンチさん、ありがとう。読み込めたファイルを確認してみます。このタヌキはね、全く動きないんで意味なかったです。
今から考えるとなんで動きのないタヌキを動画にしたのか意味不明です。まあしょうがないんでね、タヌキを諦めてジンバルを使った時の映像でちゃんと読み込めてるか確認してみました。はい、このようにプレビューもできます。うん、大丈夫そうですね。まあとりあえず編集などは後回しにして字を書き出してみました。書き出した結果がこの通り。でもね、なんか少しカクついてる気がするんですよね。なんでですかね。まだこの縦に動く様子は良かったんですけれども、横動きの時にはかなり端ですね、端のところに来るとプルプルプルっと端が震えてるように見えるんですよね。これちょっといただけないですね。ジンバルに乗せてジンバルの横方向で撮ったんですけれども、ジンバルのギアですかね、ギアの影響でプルプルしてるのかな。普通にジンバルを使った時もなんとなくですけれども、シネマ DNG ローの映像はぎこちない動きになっているような感じがしますね。これはジンバルのせいなのか少し検証してみたいと思います。先ほどのタヌキはね、全くカメラが動いてないのでものすごく綺麗に撮れてました。カメラが動いてる映像だとなんかプルプルするんですよね。ただのジンバルの影響とは少し思えない気もするんですけども、ただのジンバルの設定ミスかもしれない。ちょっと何言ってるかわかんないですけど、もし原因などわかる人がいたら教えてください。初心者なんでね、ほんと変なところでつまずいてないか気になります。なんといっても現像まで持ってくるのに相当時間かかりましたからね。茨の道はまだまだ続いていきそうです。この 4K のシネマ DNG ロー動画への道は少しシリーズ化して謎を究明、または最後には作品みたいなものが作れるといいなと思ってます。動画初心者は一体どこまでいけるのか、興味がある方はぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。またコメント欄にて、おめえこうすればいいんだよと分かっている方、どうかどうか教えてください。よろしくお願いします。